世界大会優勝、フランシスコ・フィーラー。初の時を迎えた黒人世界王者フランシスコ・フィリオ。赤コーナー190センチ97.8キログラム、フランスキックボクシング王者、シン・アリーディ。トリコロールのニューウェーブ、シリル・アリディ。レフリー、いかがでしょう。さあこの決勝戦、ルールは変わらず K1 トーナメントルール。ただこの決勝に限り3ノックダウン制で行われます。3回のダウンでノックアウトとなる3ノックダウン制でこの試合は行われます。勝った方には優勝賞金6万ドルが贈られます。左フランシスコ・フィリオ、右シル・アビディ。アーツの姿はこの決勝にはありませんでした。そのアーツを下し、そしてレイセフォーを戦闘不能に追い込み、シリル・アビディがこの横浜大会決勝の舞台に駆け上がってきました。怪物か、それとも横浜の夜空に新たな彗星が駆け抜けるか。ですね、はい、一山超えたんでこれでリラックスしてですね、うん、まあ、さらにあの破壊力を増した攻撃ができるようになればいいんですよね、うん、あ、やはりあのイサベーシャンもまだ緊張感があるんだというふうに、ね、準決勝でも話していらっしゃいましたが、果たしてこの決勝でそのフィリオらしさは出てくるか。しかしでもあの準決勝スケルトンを一撃でのしたね、そうですね、あのパンチはさすがという感じ、はい、そして右ストレートが左フックはシリル・アビディ。あの勢いはアビディがありますよ、ありますね、はい、もう1回戦のアーツと2回戦の成功というベスト8ファイター2人壊しましたからね、壊しましたからね、はい、もう破壊者ですよね。この大会が始まる前に実は石井館長が館内の方に挨拶をされましたが、その時に館長がおっしゃった言葉、何か波乱の予感がする。石井館長、当たったじゃないですか、その予感は。当たりたくなかったんですけどね、だからフィリオ選手は、あの2回戦戦いまして、はい、非常にいい状態ですね。リラックス、そうですか、リラックスしてますよ。一方のアビディもかなり激しい戦いを2つ続けてますが、そのあたりはいかがですか。あの、ね、やっぱ若さですよね、もう本当にあの目は全然死んでないし、この決勝勝って、あの優勝賞金取るのかっていう、もう意思が現れてますよね。何事もなかったような顔してますもんね、アビディは。2回戦を見る限りは、準決勝を見る限りはアビディの方がダメージ絶対ありますね。あ、そうですか。さあミドルキック、誰と戦っても名勝負になりますね。いや、すごいですね。いや、今の言葉に、のりかさんもうなずいてらっしゃいますが、どういう風にご覧になってますか、のりかさんは。素晴らしいですね。もうやられっぱなしじゃないというか、きっちり返して。本当にね。いや、何か田代さん、久々に何か震える瞬間です ね、 いやもうね、本当にこの会場にいてよかったんですよ。よかったね、はい、93年の K-1 設立から7年。いや、新たな波が確実に押し寄せてきているこの K-1 のリング。阿部選手のいいところはね、一発になっても絶対ひるまないことですね。ひるまないですね、いや、勢い出てきましたよ。サビ右フックを返す。しかし、この右からこのカウンターパンチがあるということが分かっていながら、アビリが来ますからね。当たってもひるまないですね。全てのファイターいいジャブですよ。フィリオのジャブすごくいいですよ、伸びてますよ。カウンターを恐れてなかなか中に入り込めない、そのフィリオの胸元に入っていきます。シリル・アビリ、それにもめげず前を進んだシリル・アビディ。素晴らしい決勝戦です。いやー、フランシスコ・フィリオ、この決勝の舞台でやはりらしさを見せてきましたが、
右のこのカウンター、フィルのパンチを食らってですね、アビディがひるまないってところが、いやこの後また攻撃仕掛けてきましたね、これですね、そしてこの右、このカウンター、この野生のね、二段パンチみたいな感じなのがフィルらしさなんですよね、まあ、本当にキックボクシングの常識で考えられないというか、はい、いやよく耐えましたシルル・アビディ。しかしもう表情は戻っています、シルル・アビディ。ちょっとでもまあ、ねえねえ、さあ大拍手、大きな拍手に迎えられて第2ラウンド。フィルの良さが戻ってきましたね、フィル選手ね、もうやっとこれフィルらしい戦い方になってきましたよ、なってきましたね、やっぱねローキックね、オカシローで攻めてほしいね、はい、確実に第1ラウンドはもうローキック、アビディは大きなダメージを抱えています。まだアビディが奇跡を起こしてますね、これは東京ドームでバンナ・フィリオという戦いがね、まず可能性ありますからね。いやしかしこのフィリオの復活劇、藤原紀香さんが強く望んでいたことじゃないかと思いますが、素晴らしい決勝戦でした。そしてフィリオの見事な復活いかがでしたか。嬉しい、もうほとんど言葉になりません、藤原紀香さん。そして今国技を掲げるシリル・アビディ、いや勝てるはずだったんじゃないか、そんな風に思ってるかもしれません。でもね、よく頑張りましたよ、本当にそうですね、 MVP は本当にシリル・アビディですね、いや田代さん、はい、この決勝戦しびれましたね。いやこれね、永久保存版ですね、永久保存版、はい、いやでもこのシリル・アビディ、あっぱれですね、これは恐ろしい、また選手出てきましたね、気持ちが慣れてませんからね、いや本当だけど、あのフィリオ選手ですね、もうこれだけの重圧に、はい、あの耐えて、はい、本当にあの優勝したってことがやっぱさすが極真ですよね、こういうものを乗り越えるものが極真魂なんだということを言われていましたが、フィリオ選手が K-1 の中で何を見せてほしいって言った時にですね、何をあなたは見せますかって言ったら、リバーギブアップだって言って、そうでした、はっきり言ってましたからね、まさにそのネバーギブアップの精神、ペダスの無念さはこのフィリオに受け継がれた、フラウベの悔しさはこのフランシスコ・フィリオの心に刻まれていました。ブラジルの旗を背に、そして極真の誇りを胸に、フランシスコ・フィリオが胸を張って東京ドームに向かいます。次は本当バンナですよ、決勝ラウンドではね、決勝トーナメントではぜひあのバンナとのリベンジマッチを見たいと思います。素晴らしい戦いを見せたフランシスコ・フィリオ、東京ドームへ。さあ次回は10月9日マリンメッセ福岡です、どうぞ皆さんお楽しみに。 K-1 サバイバルロードトゥトゥー